無限なる創造主の光と愛の中で心からの挨拶を申し上げます。地球と人類が受け取っているエネルギーは皆さんが体験した日食によって強化されています。多くの方が疑問に思うかもしれません。今回の日食は過去に経験した日食と何が違うのか。その答えはタイミング、惑星間のアライメント、位置関係の調整、そして皆さん自身の意識の状態にあります。日食の期間中、宇宙のエネルギーは常に高まり、皆さんの精神と体の能力を向上させる機会を提供します。確かに日食は他の惑星や天体系でも観測されますが、地球、月、太陽が形成するアライメントはこの広大な宇宙で見ることができるものとは全く異なる非常に特別な現象です。その特別な理由の一つは、皆さんの月が自然に形成された天体ではなく、何千年も前に一連の大災害の後、地球のエネルギーのバランスを再調整し支援する目的で配置された古代の訪問者たちによって作られた船であるという事実にあります。私たちアンドロメダ銀河間評議会は地球の軌道上にこの巨大な月の構造を設置する手伝いをした存在です。そのため日食という出来事は私たちにとっても一般的な視点とは全く異なる非常に特別な意義を持ちます。日食が持つパワフルなエネルギーは変化を促し、その変化は非常に迅速に行われます。今回の日食を通じて体験したエネルギーは集合意識の波動を顕在化させる力を持っています。この瞬間に蒔かれた種、つまりあらゆるエネルギーはカバールが進める支配とそのコントロールのアジェンダを加速させる可能性があります。しかし彼らが闇をこの世界に解き放とうとする試みは最終的には阻止されるでしょう。彼らの魔法や暗い計画はその目的を達成するどころか彼らにとって逆効果となり、全てが無力化されるでしょう。この期間中に高まる低い波動のエネルギーも変化のプロセスを加速し、光への転換を促すことになります。地球はダークカバールと呼ばれる闇の陰謀団からの攻撃に対抗するために十分な高い振動を受け取っています。しかし日食自体はエネルギーの善悪を選別するものではありません。それは受け取ったエネルギーを単に映し出し強化しているだけです。闇の勢力はこの日食を利用して多くのエネルギーを投じましたが、全ての振動がこの期間に強化されるとしても皆さんのスターファミリーはその闇のエネルギーを無効化または溶解するために力を尽くしています。そして彼らは闇の者たちの計画された策略を阻止し、方向転換させることでそのエネルギーを変容させているのです。神は光の勢力に闇のエネルギーワークを阻止し、その計画を妨げる権限を与えました。この権限により彼らの危害を加える試みや支配の試みは全て阻止されることになります。闇の存在が投じたエネルギーは結果的に裏目に出るでしょう。彼らが地球の現実に対して実行しようとしたことは彼ら自身の世界にのみ影響を及ぼすことになります。彼らが計画したことは結局彼ら自身に跳ね返ってくるのです。もし彼らが支配とコントロールを強行しようとすれば、その結果として彼らの自由と力は奪われることになります。しかし彼らにもその道をさらに追求しない選択をする自由があります。常に選択の自由があるのです。
彼ら自身の道を選ぶことになるでしょう。私たち多くのスターファミリーは、地球と人類が日食のエネルギーを経験するこの特別な期間に、皆さんの空の中に隠れています。私たちは光を増幅させ、皆さんの惑星を取り巻く闇を消滅させる手助けをしています。日食の軌道内にいる皆さん、特に北米にいる方々の中には、私たちを目撃した人もいるでしょう。私たちは今も太陽の近くにおり、皆さんと共にいます。しかし、人間の目に害を及ぼす可能性があるため、太陽を直接見ることはお勧めしません。それでも、地平線に沿って明け方や夕方の空に、私たちの姿を見ることができるかもしれません。この特別な時間空間の瞬間に、多くの人々が日食中に壮大な出来事を期待していました。物理的に目にしたかどうかにかかわらず、皆さんは今、非常に強力な、増幅されたエネルギーの周波数を受信しています。これらのエネルギーは、日食が終わった後も72時間ほど続きます。ハートを開いて、自分の感情の周波数を意識してください。高い振動にとどまることで、周りの暗いエネルギーを払いのけ、皆さんの存在の光でそれらを溶かすことができます。しかし、低い振動に落ち込んでしまうと、暗いエネルギーが皆さんを包み込み、急激に引き下げられてしまいます。もしこれを経験することがあれば、心、愛、そして皆さん自身の中心へと戻ることを忘れないでください。このような時代においても、皆さんは決して一人ではありません。私たちはいつも皆さんと共にいます。多くのスターファミリー、個人的なガイドや天使たち、そして多数のアセンデッドマスターたちが、皆さんが工事の光の中で輝き始めるのを心待ちにしているのです。私たちは皆さんを見守り、祝福し、敬い、愛しています。無限なる創造主の光と愛の中で、私たちアンドロメダ銀河間評議会は、皆さんと共に立ち、神聖なる目的のためにここにいます。日食後72時間は、日本時間で4月12日の明け方までです。Thank you.